職業オタクマユピピです。はい、ということで今日はニアリーイコールジョイさんがメジャーデビューということで、ニアジョイちゃんのメジャーデビューリリース、フラゲ日の1日の Vlog だったり購入品開封をしていきたいと思います。それではスタート。マユピピ、はい、ということでただいまお家に帰ってまいりましたので開封していきたいなと思います。私はですね、例の通り最初はとりあえず全ての携帯を1個ずつ買うっていうことをしているので、まずはそちらの購入品開封からしていきたいと思います。まずはですね、特典のこちらクリアファイルになっております。このサイズが毎回説明してるんですけど、すごく使いやすくって、なのでまあ大体3枚やったら1つは保存用、1つは保管用、同じかそしてもう一つが日常的に使うものっていう感じで使ってます。でこれね、可愛いのがね、みんなでねこうやって集まってイエーイっていう感じのアーシャに対して裏側にきっと絶対絶対っていう風に書かれてるのがめちゃくちゃ可愛いですよね。嬉しいポイントとしてはこちらにね、ちゃんと葵ちゃんもいますよっていうところだったりするので、ニアジョイのもう記念すべき本当デビューのもこれはもうめちゃくちゃお宝になるであろうファイルでございます。そして私がいた CD ショップではこのようなね、雑誌も配られていました。フリーマガジンみたいな感じなんですけど、 The Music and Movie Master っていう本なんですね。これがもう表紙がまるっとミアジョイちゃんになっているので、 HMV の
専門雑誌みたいですね。中にももしかしたら載ってるかなと思ったら載ってた。かわいい一面ですよ。これやばくないですか。これマジお宝。でもこれ一人一枚までにしてくださいってもらうの書いてたんで、本当に貴重な雑誌なのでね、ちょっとね、あの綺麗に保管しておきたいなと思います。ちなみに裏表紙は私こちらも大好きなお茶の間さんでして、お茶の間もちゃんと2ページ見開きで撮られているのがすごく嬉しいポイントでございます。もう嬉しいですよね、お茶の間と宮城両方楽しめる。これあの MV の時の衣装ですよね。めーちゃんかわいい。続いて早速あの特典を開封していきたいと思います。まず最初にあのいつもいただけるこのスタンプラリーのカードね、これ見てないよ、私まだ見てないわよ。いきますよ。ここからランダムなので今回ねちょっとね、あの惜しいことにちょっと葵ちゃん多分いないんです、今回はこういうものには。だけど葵ちゃんの次にちょっと狙いを定めているのが私舞ちゃんなんです。だから舞ちゃんが出ますようにでいきます。せーの、えい、リコちゃん、リコちゃんでした。かわいい。見てちょっと見えますか、ピント。かわいい、ちゃんとサインまで入ってますよ。なんて書いてる、私たち両思い。そういうこと言われるとね、またね、もうね、リコちゃんのことばっか見ちゃいますよ。はい、ちょろたということで、次行きます。せーの、えい！あゆみちゃん、あゆみちゃん、すいません、ちょっと今ネイルが割れて、ちょっと絆創膏がね、痛々しいですが、あゆみちゃんが出ました。かわいい！私、あゆみちゃんの顔面になりたい。スタンプやった、ありがとう、これからもよろしくね。もうあゆみちゃんのためならスタンプ20個でも30個でも集めますよっていう話で、はい。続きまして最後の1枚さ、まいちゃん出るのか。まあ大体ね、推しはね面が強すぎて出ないっていうことが多いみたいなんですが、いきます。せーの、せーの、あ、待って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 、いやいやいや待って待って待って、振りじゃない振りじゃない振りじゃないよね、振りじゃないよね、待って、まいちゃん出た、やばい、待って、出ました。なんて書いてんの、押してくれてありがとう、大好きだよ。しかもさ、この押してくれてがさ、もう本当にスタンプの方の押しでさ、待って、かわいい、サインもあるじゃん、かわいい、なんかシンプルですね、こういうシンプルな感じですね、かわいい、嬉しい、当たりました。待って、振りじゃないですよ、マジですよ、マジでずっと言ってますからね、私ニアジョイの動画の昔の時からちょっとマイちゃん気になるって言ってますからね。あ、皆さん確認よろしくお願いします。次にですね、なんかあの CD 買った時にこういうのももらえるんですっていうことで、謎のなんかこういう黒いやつもらったんで、これも見せていきたいと思います。まず1枚目オープン、ドゥン、はぁ、誰誰誰、あゆみちゃんだ、あゆみちゃん今まで出てきてないし、めちゃくちゃ嬉しい、かわいい、待って、なんて書いてる、あ、これ何も書いてない、シンプルに、これね、本当はね、2000円以上お買い上げで100円オフのチケットなんですけど、まあこれ使わないですよね、普通にね。これね、2枚しかもらえなかったので、次、最後です。いきます。誰誰誰誰誰？アリスちゃん、かわいい。かわいい、マジで。アリスちゃんや。いや、かわいくないですか、これ。これマジかわいい。これ若干待って、アリスちゃんどこ見てるのみたいな感じがめっちゃかわいいんですけど。いや、もうそういうとこある、かわいい、ほんとマンネかわいい、ありがとうございます。ということで、今ですね、あの購入品の開封をしていっているのですが、続きましてこの、まあ、3形態ひとまず買ってみました。こちらの CD のですね、中に入っている写真が誰なのか、開けていきたいと思います。生写真には葵ちゃんいるのかな、ちょっとそこも危ういんですけど、葵ちゃんか舞ちゃんが出たら私はもうハッピー人間になりますし、でも誰が出ても嬉しいなって感じです。本当にまだわかんないしね、まだデビューしたばっかとやって、これがデビューシングルやし、いきます。せーの、バン、お、すごくない、私アリスちゃんの運良くない、アリスちゃんでーす、かわいい、これ正統派じゃん、大好き正統派、超いい、ありがとうございます、アリスちゃんでした。続きましてタイプ B いきます。せーの、えい、待って、みつきちゃんだ、初めてだ、今日みつきちゃんが当たりました。みつきちゃんね、あのイコノイジョイの時にね、ファンさしてくれたんですよ、もうそれが可愛すぎて、嬉しい、かわいい、ありがとうございます、もうありがとうございますか言って、も自分で買ってるんですけどね、もう自分で買ってありがとうございますってめちゃくちゃ面白いんですけど、はい。そして大変残念なんですけれども、あのタイプ C には写真がついてこないということで、こちらで終了です
はい、というわけで本日はニアジョイちゃんのメジャーデビューミニアルバムを、買いに行く動画、そして購入品紹介開封動画を撮っていきました、皆さんの推しもぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。マユピピチャンネルでは1万人登録者様までが子さん扱いですので、今のうちにあと子さんが多分あと900枠ぐらいしかないので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆様お仕事おつぴぴー。